はい、本日紹介するアプリは自分撮り写真ガイドカムという自分撮りの、やり方を教えてくれるアプリです。早速やってみたいと思います。まずこのサンプルショットっていうのを押すと、このね、どんな角度で撮るかみたいなサンプルがいっぱい写ってるんですね。このお姉さんがいろんなサンプルを撮ってくれてるんですけど、じゃあこの写真で試してみましょう。そうするとこの表情でこの角度で撮りますっていう、こう教えてくれる画面になるんですね。で、角度と表情を覚えて、ここに一言アドバイスを呼んだらカメラを押します。カメラを押すとカメラモードが起動してシルエットが写って、その自分どの角度で写ればいいか教えてくれるんですね。ちょっと写してみましょう。こんな感じでこの角度、フレームに合わせた角度に設定する。あ、全然ずれた全然ずれたけど、まあいいや、こんな感じで撮れます。で、これをチェックを押すと保存できます。こんな感じで、ね、自分撮りするときってどんな角度でどうやって撮ればいいか知ってる人って、もう研究を研究に重ねた人なんですけど、研究してなくてもこのアプリがあればどんな角度で撮ればいいか教えてくれるアプリでした。自分撮りしたことがない、自分撮りが苦手やという人はこのアプリを使ってみてください。